到着したね。近かったな。久々の近場。うん、ほんまにずっとおじろじろとか遠いとこ行ってたから、めっちゃ近く感じた。で、今日は湖畔なんかな。いや、池や。池か。湖じゃない。ちっちゃい池か。池沿いにこうテントが張れるって。ちょっと前にインスタで調べて、めちゃくちゃ話題になって、もう予約が、そこのサイトの指定の予約がパンパンで取られへんって、うん、無理やから、まあ今日はしょうがない、あの小川の小川サイトで。ほんで後で知ってんけど、おじろじろでね、あのすごい人たちの軍団の中の一人っていう。そう、写真見てここのキャンプ場を予約しようと思って。そうで、後々その人のインスタ見たら、その写真が載って、その人やって、びっくりした。の日が奥渓谷キャンプ場です。予約が取れません。取れません。まあ次回予約取れたら、あのそのいいサイト来てみようかなと思います。久々の高企画じゃないですか。だいぶ高企画やんなこれ。かまどがサイトにあるから、焚き火台を使わないでいいっていう。椅子もあるし。椅子もおそらく出さないだろう。出さんと思う。もうテントだけでいいんちゃうかなって。な。お菓子めっちゃ食うやん。まあそれ言ったか。子供たちは大はしゃぎです。大はしゃぎやな。もみじがすごいな。そう、もみじだらけ。めっちゃ綺麗やね今。うん、やっぱ池の小鳥が良かったけど、うん、そこのサイトいつ予約できますかって聞いたら、もう受付のおばちゃんがめっちゃ困ってた。土日はもう無理って言われる。平日も結構空いてない。空いてない。日が奥渓谷キャンプ場です。オートサイト設定していきましょうか。じゃあ設定しましょう。はい、しちゃいましょう。美味しい、これ。あ、美味しい。うん、やってみて。うん、匂いはせん。え？I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very farI've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do I see? All hell fails when I try to push my way, but when I give in, all life's good came running at me. With an open heart and mind and arms laid down, your wall of hate and arms let in the light of day and let Jesus show the way. But hey, I'm not religious in an old sense. I can't stand the way that most priests are in the state church or else.終わりましたね、設定。終わったね。ちょっとゆっくりできるな。ゆっくりできる。夜ご飯まで。チェックインも12時やったから。うんうん。ちょうどぐらいに着いたもんね。そうなんですよ。昼ご飯用意してないから。確かに。一番うまい
水の状態やん。そうやろ。なあ、誰入れた。ほら、黄金比。早ない。こっちも美味しい。はい。こっちも美味しい。おいしい。あれやね、時間を持て余してしまってんな。飲み会にくい。なんかトントントンって言っちゃうと、たまにはいいですね、こういうところも。なんかちゃんとされてるっていう感じ。うん、ちゃんとされてるキャンプ場っていう感じ。確かに。コーヒーでも飲みます？かまどーまがあるからな。かまどーまがあるから焚き火台もいらんし、うん、の、なんかすごいいい感じなんですよね。沸きました。これコーヒーじゃない。だから1個に全部入れた。あ、1個全部入れた。よっしゃ、用意してくれてるのかなと思った。これ、ぶどうジュースやないか。これさ、つけたらさ、置いとったらあったの。映ったって思いました。でもこう、ジュッて、あ、唇が取れるっていう事件が起こる。一回取る。ここもね、作ってた。一回取れたもんな。一回取れてた。ガリアチョウスケ。体調悪いし、やけどするし、お腹痛なるし、ゴールデンウィークにしても異常なぐらい寒かったから。今日より寒かったの。確かに寒かった。だってマイナス3度って出たで。マイナス 3度って出た。外れる外れる。だいぶ時間かかりましたね。ちょっと締めとったんかね、薪が。その可能性は大いにありますね。うん、ご飯炊いてきますか、じゃあ。うん、ご飯炊こう。ね、本当に久しぶりに炭も。炭交流しました。交流したし。ママ川の水で洗ってきた。いいよ。いいですね。乗せます。はい、ご飯は終わってからそれでいい。うん、そうなんです。そっちにもまだ薪ある。あります。あ、よかったです。
かめてる。ご飯汁出てきてるでも。そうやね。焼き鳥屋よしこ開店しまーす。いらっしゃい。あの豚バラ。いらっしゃい。早いよ。豚はやっぱ早いですね。どうですか、焼き鳥。いい感じですよ。いい感じでやります。あのコツを掴んできましたね。コツが見た。 あれやねあれ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 。いけた。お食べ。いただきます。いただきます。洗ったねじで食べるわ。うん、うまい。ホリニシュープレミアム、かけて。ちょっとかかりすぎた。まあそれぐらいあげんとき。どうですか、プレミアム。ママ、クッキーさ、抜いて。うん、こう、高級な味わいが、な、香りがほんまにトリュフの風味がする。ギリギリ。こんな感じと考えてる。ママ、多分これ、うん、アメちゃん。うわおい、焼き鳥丼の出来上がり。食べましょう。食べて。うん、うん、あ、もうこれは鶏とネギの。アペロパ、アペロパ。素晴らしい共演がもう口の中で繰り広げられたわ。お鶏は？どうですか？うまパパいる？ユアサ弁護士出た。うわ。うまし。うまし。うま。はいママ。パパ。めっちゃうまい。はい、うま、うん。芸術は爆発。いいキャンプ場見つけましたね。ますね。インスタってすごいですね。うん、インスタすごいな、やっぱり。すごい。でもやっぱ似たような写真はやっぱ撮らないかったな。うん、もうレンズも違うやろし。レンズがな、めっちゃ遠いね。単焦点やから、うん、距離がすごい。うん、いやでも久々の高規格のキャンプ場。うん、だいぶ高規格やん。めっちゃ楽やった。なん舞鶴堂の春日。春日、春日からめっちゃ近かったもんな。うん、あっちゅう間に着いた。だからアクセスもめっちゃ楽やし。うん、で、高規格。うん、受付のお母さんめっちゃ優しいし。優しい。虫取り網貸していただきました。うん、ほんま優しい。私、ここのキャンプ場で働こうかな。なんてな。気に入りました。なんか綺麗やん、めっちゃ高規格やから。綺麗。久しぶりやん、そういう高規格って。トイレもめっちゃ近いし。電源サイト、電源あるねんな。電源もある。
1日500円で。もうだ冬とかやったらじゃあ楽でいいや。冬も予約して帰りましょう。予約して帰りましょう。12月無理やな。まあでもあの動画で頑張ってくださいよ。頑張ってやろうか。頑張ります。僕にはもう動画しかないんで。まあそんなこんなので今日一日過ぎていきましたけどもね。そうですね。今年もあと残りわずかですけど。なんか楽しいキャンプ場見つけたな。うん、久々に。夏とかもすごい緑が。夏はいいよ。だってプールだからね。あ、プールが。そうなの。もう予定ないんですよ今年。これで終わりなんですよ。どこも取れてないんですよ。行けるとしてもあと多分何回か数回やけど。いやー、でもやっぱいいな。その1週間の何ストレスがもう全部消える。ストレスがもう半端なかったから、それをなんかもう全部。取っ払ってくれんね、キャンプは。それがいいとこでもあるよね。まあもしこれがパパさんにとって今年最後のキャンプであったとしてもいい締めくくりじゃないですかね。あと2回ぐらい行きたいけどな。できれば。まあまあ寝ましょう今日は。そうですね、また明日、うん、早く起きてくださいよ。あれちょっと待って、靴下もお揃いやん。おい、ちょっとパッチ履いてるけど、ほんまや。おそろいの靴下履いてるやん。ほんで、ナンガも一緒や。ナンガも一緒。マネせんとってや。で、あ、オーバーオール。オーバーオールの。で、上が黒なんだしやな。フードありの帽子、茶色。マネしたよ。全部一緒やん。私のことマネしてばっかりして。私はあの基本的にマネしかしません。寝よ。寝ますか。うん。よいしょ。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おはようございます。よう寝たな、しかし。うん、ほんま、いつもゆっくり寝れるわ。キャンプの時もな。はい、ちょっと思ったより寒いんで。おう、テントの中で過ごしてます。寒いよな。寒い。ポータブル電気があんまり持たんかったっていうか。これも多分冬無理っすね。ポータブル電源だけじゃ無理やな。うん、朝まで行かれへんかった。うん、なくなったよ。え、初め 99% あったよな。で、夜寝るときは 88% ぐらいで。あ、そうなんで、朝の5時ぐらいの段階でゼロ。ゼロ。はい、今日はあのホットサンドでチーズとウインナーとカレーマヨ使ってサンドしてます。じゃーん。あ、できたな。できましたね。はい、一人分。カレーマヨやっぱ美味しいやな。うん、美味しい。そらめっちゃ美味しい。チェックアウト時間があるから。
こう。寒いお湯で洗った。寒いお湯。水ってこと。そう。これのお湯で。テント帰って干すよな。干しやちゃんと。すごいな、でももみじ。ここもみじめっちゃいい。もみじめっちゃ好きやもんな。もみじめっちゃ好きなんですよ。もみじがほんまに好きで一時もう中毒みたいになったの、もみじ好きすぎて。よう言わんわな。もみじめっちゃ好きやもんな。今回のキャンプではいいご家族さんと出会えて、みんな楽しかったな、いっぱい遊んでな、うん、楽しかった。いっぱい末子がお邪魔してありがとうございました。写真好きの、キャンプ好きの人にはぜひ来ていただきたい。めっちゃすごいカメラ持ってる人おったな、やっぱりな。なんかいい写真が撮れるので有名になってるみたいです。今予約が取りにくいサイトがあるから、チャンスがあれば皆さん来てみてください。日が奥渓谷キャンプ場からお送りしました。今回の動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録です。大きい声でチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。アイティアオチャンネルでした。バイバーイ。